はい、こんばんは、えー。本日この回はですね、えー、この政治のですね、えーな、政治家の中で、この岸田さんとですね、えー、それから小池百合子さんですね、まあ、この二人のことについてね、語ってみたいと思うんですね。でね、まあ結論から言えばあ、この岸田さんと小池百合子さんというですね、この二人のこの刑ですね、えー、この二人の刑、えー、これね、二人とも いよいよ命運が突きかけているとおというようなことがね言えると思うんですね、うん、そのことをね、えー、今日はね、えー、解説しようと思ってるんですねまずねこの岸田さんなんですけどもね、うんえー、これはね、えー、まあ、このところをねずっと解説しているんですけどもまあ、岸田さんの命運は、ね、いよいよ突きそうであるということですねまあ、これ裏金脱税議員ですね この処分を39人ね、えー、これを決めましたけども、えー、このことによってですね、自民党内、ものすごくね、不満の声がね、上がってるんですね。でも、岸田は許せないと。もうそういう声もね、上がってるんですよ。で、これはね、えー、もう何度もね、解説したんでね、えー、お分かりのことと思いますけども、もこの裏金脱税事件のですね、この処分の問題ですね、これはね、あの、この処分をどうやって決めたかというと、 岸田さんのね、自己都合だけなんですよ。ね。うん。岸田さんの自己都合だけによって、この処分を決めたということですよね。まず、何と言っても、岸田さんへのですね、責任ね。うん。岸田さんは何一つ責任を取っていないということですね。これがね、ものすごくね、自民党の中でね、あの、すごいね、あの、不評というか、不満なんですね。うん。まずね、この岸田派ですね、えー、宏池会ですけども、 その派閥のね、会計責任者ですね。これが、ね、立憲されたわけですよね。そして刑事責任を取ることがもう決まったわけですよ。ね。あなのに、岸田さんの責任というのは全然問われていない。これはおかしいじゃないかっていうね。これはまさに、まさに、えー、筋論の第一ですよね。それからもう一つは、自民党総裁としての結果責任ですよね。これも非常に重いですよ。 これ普通の感覚だったら内閣総辞欲ですよ、これは。ね。うん。でえ、せめてですね、次のね、総裁選には出ませんと、出ないと。そのぐらいの責任の取り方ですね。これはまあ、本当なものだと思うんですよね、これでもね。でもね、それさえもやろうとしない。それどころか、次の総裁選でね、なんとか、 え、選ばれることですね。これを目指して今、救急としているわけですよ。もうそれはね、もう誰の目にも明らかなんですよね。うん、まあね、そういうね、自己都合のためだけに、救急としてですね、あっち行ったり、こっち行ったりして動いてる。すべて目的、狙いは、自分がですね、総裁として生き残る。それしかない。ということですよ。ね。 うん、でね、この差の端的なね、えー、事例がね、二階さんですよ。二階さんね。うん、で二階さんっていうのはね、これはね、えー、まあ責任を問われてですね、非常に重い処分を受けるのが当然だったんだけども、全然ね、あの、処分がないんですよ、一つもね。うん、これなんでかっていうとですね、岸田さんがね、二階さん、あなた早く辞めるならね、うん、引退するなら、 えー、もう党内処分はなしに済ませますよとそういうね誘いをしたわけですよでこれに二階さんが飛びついたわけですよねうんねなんで岸田さんがそういうことを言ったかっていうとこの二階さんと岸田さんの結果責任というのは自民党内では結構セットでセットとしてですねあのー、言われていたんですよねうん人の口の葉に登っていたわけですよそうなると二階さんに、えー、その結果責任のね えー、<laughs> 処分をすると、岸田さんにもね、処分が及ぶことになっちゃうわけですよね。それを避けるために、えー、岸田さんは二階さんにね、うん、あのー、あなた引退するならあー、処分はね、なしで済ませますよという誘いをかけたということですよ。で、二階さんそれに飛びついたということですよね、うん。そしてね、二階さんっていうのはね、非常にね、悪質なんですよ。ね。 うん、これ万円ですよ、ね、この裏金脱税がですね。ねうん、そしてそれねまあ現役の国会議員ではね最高額ですけどもね。うん、で何に使っていたかっていうと本を買いましたっていうね。本を3600万円も買うかっていう話ですよね。うん、まあその中身はね前にね説明したからねもう繰り返しませんけどね。そしてその他にというかねこっちの方が僕はメインだと思うんだけどもね。 資金使徒、使徒をね、明らかにする必要のない表の裏金と言われている政策活動費。これがなんと5年間で50億円。50億円の交付を受けてるんですよ。一体どこに使ったんだって話じゃないですか。ね。ね。その二階さんに対してですよ。党内処分はしないからっていうことを言ってですよ。そして引退に、引退に追い込んで。 そして、岸田さんはねえ、その話が終わったと思ったらね、うん、二階さんがね、その部屋でそういう話してで、ドアを閉めてね、ガッツポーズしてるっていうね、これはね、軽い男ですよね。軽い男ですよね。しかも、みっともない。あっち行ったり、こっち行ったりして、自分のね、自分の何て言うかな、保身がこれでとりあえず保たれるということで、ガッツポーズ。 こんなんでガッツポーズしますかね。うん。大体ね、二階さんの責任追及ないの全くおかしいですよ。ね。うん。それがわからないんですよ、岸田さん。そしてガッツポーズなんかしてる。これバカとしか言いようがないじゃないですか。ね。自分のことしか考えてないんですよ。ね。そしてさらに一番ね、この裏金脱税事件では一番重要な 森喜朗さんの責任を一切問おうとしない。ね。で、これはね、何度も解説したように、えー、小池百合子さんがですよ、4月28日の補選、えー、ね、衆院補選 <laughs>、えー、これにね、東京・中国から出ないという、ね、ことを発表したんですよね。うん、で、これね、えー、その発表前は、小池さんが、ね、出るんじゃないかと言われていた頃はね、えー、これはね、とにかく <laughs>、 小池さんに対抗するためにね、まあ、その後小池さんはね、えー、国政に戻って <laughs>、ね、自民党の中で総裁を目指しますからこれ岸田さんにとっての最大のライバルどころか岸田さんは勝てないですよ俺ね、うん、<laughs> そしてそういう小池さんがね出ると出,ない出るんじゃないかと言われていた頃は、ね、シナリオとしては森喜朗さんをね悪役にしたれてそれぶったらいてぶったらいて。 えそして自分がね白馬の騎士として人気を得て小池さんに対抗しようというねそういうことまで考えていたのにですよ小池さんがいざ出ないとなったら途端に方針を書いてねもし森喜朗さんは責任なしね,ね、えー、森喜朗さんは全然ねそういうことに関与していなかったねそれは自分が電話で確認したなんて非常識なことを言ってるわけですよ <laughs> ねうん つまりこの処分というのは全て岸田さんの延命のためだけですよ。ね。ね。この先ね、そういう岸田さんはどうなるのかですね。これはね、前も説明しましたけど、はっきり言って、<coughs> ね、4月の解散・総選挙もちろん無理。6月の解散・総選挙、これも無理。ね。ということで、9月の総裁選まで解散は打てない。そして9月の総裁選で、 えー、誰かに負ける。つまり岸田さんはもう誰にも勝てないですよ、もう。ね。なんでかっていうと、自民党内の世論ですね、これも完全にねあの、反岸田ですから。ね。そして国民はもうね、あの完全にですね、あのもうさ投げましたね。うん。岸田さんは前からね、あの全然支持率がね、本当に低迷しているんだけどもね。 この裏金脱税事件で非常にみんな問題が分かったわけじゃないですか。で、それに加えてね、森さんに電話でね、えー、関与していないことを確認しましたっていうね、そういうね、常識外れの言葉で言っちゃったんでね、これはもうね、取り返しがつかないと思いますね。うん。もう多分ね、あのー、国賓待遇でアメリカ行ってね、そしてバイデンとね、 そのシャンパンでカチンとやってですよ。そして、えー、アメリカの民主党のね、応援団のテイラー・スイーフとかでね、出てきてね、まあ、歌がうわーみたいなね、やったって、全然もうみんな何も響かないですよ。ね、響かない。誰も岸田偉いなんて思わないですよ。バカかと思ってるだけ、思うだけですよね。<laughs> うん。ということで、岸田さんは、9月、誰かに負けて終わり。ということですよね。うん。そういうことですよね。 うん、これね、立憲民主党のね、前もちょっとね、紹介したことあるんだけども、立憲民主党のね、党内の調査でですね立憲、立憲民主党と自民党がいざね、選挙で今戦ったらどうなるかっていう調査をしたんですよね。そしたらね、驚くべき結果が出たんですよ。ね、というのはね、ほとんど、えー、もう自民党がね、落っこってきちゃってね、立憲民主党ですともうほとんど差がないんですよ。 1>, 1、2%しかね、違わない。そのぐらいの差まで追い詰めちゃったんですよね。うん。ね。まあ、立憲民主党が伸びたというよりも、自民党の支持がガタ落ちなんですよ。ね。で、これで選挙をやれば、ね、自民党はね、今ね、えー、このままでは100議席は落とすというね、状態なんですよ。これね。うん。単純に計算して,していくとですね。そうなるとですよ。まあ、この結果はもちろんね、自民党はもちろん知ってるわけですよ。当然ながらね。 うん、なので、自民党内ではみんなね、選挙なんかとんでもないっていう話ですよ。ね、だって、自分が選挙落っこっちゃうわけですよ、次ね。うん、もしやったら。ね、うん、で選挙落ちたら、もう国会議員っていうのはね、うん、猿からねあ、木から落ちた猿よりね、<laughs> 劣ると言わ,れる言われてるぐらいのね、そういう人間っていうかな、人ですからね。うん、なのでみんなね、解散総選挙だけはやるなと。 もうこれはもう絶対ね、岸田さんをもう元次がらめにね、もうしてもですね、絶対やらせないというね、状態なんですよ。なので、4月なんてもう話にならなくて、6月も無理。ね。ということで、もうこれ不可能なんですよ。ね。うん、不可能なんですよね。うん、なので、岸田さんはもうこれからね、ね、岸田さんってのはああいう人ですからね、うん、もう自分のことしか考えてませんから、 もう9月のね、えー、総裁選ね、まだね、なんとかね、しようというふうに考えてますよ。なので、これからね、岸田さんのライバルになりそうな方々、ね、まあ、い,いろいろいますよね。まあ、こうし川連合とかね、まあ、いろいろ HKT とかね、いますけどもね、うん、そういう人たちの足をね、なんとか引っ張ってやろうと。ね、うん、これから人事,人事をですね、盛んにやってね、足引っ張り、引っ張り。 引っ張るのを始めると思いますよ、ねうん、だけどもそれでも9月岸田さんは勝てないですよはいさようならということですよね、うん、でそれとほぼ同じくしてですね小池百合子さんも終わり終わりですね終わりですこれはねあのー、前にですね何度も解説してきましたけど4月28日のね、えー、この衆議院の 3つの補補欠選選。挙ですね補選、これがね、小池さんにとっては最大のチャンスだったんですよ。最大のチャンス。ね。というのはね、これ4月の28日のね、補選。これ東京15区から出ることが、えー、言われていたわけですよ。ね。で僕もね、情報というかね、うん。 まあ、いろんなことを、まあ、小池さんも考えたと思いますしね。まあ、いろんな情報はありますよ。で僕はね、えー、これ出るというふうにね、聞いて、出るというふうに踏んでましたよ。なんでかっていうと、合理的に考えたらもうそれしかチャンスがないんですよ、小池さん、ね。反対に言ったらこれがね、非常に有効なチャンスだったんですよ。ね、なんでかというとですよ。えー、っとね、これね、東京中国ですね。 まあ小池さんはね、乙武さんを出すということですよね。うん。えー、これはね、ファーストの会ということで、乙武さんを出す。そして、これに自民党と公明党が乗っかってくるということですよね。そういう形なんですよ。ね。うん。そういう形なんですよ。ね。だけども、これね、乙武さんじゃなくて小池さんが出るということになれば、 これは楽勝ですよ。楽勝。ね。うん。楽勝なんだけどもね。うん。これね、あの、その後ね、小池さんはですね、もう自民党にね、えー、そのままあ戻ってもいいし、あるいはね、少しこうね、じらしといて、それからね、戻ってもいいしですね。もう小池さんのね、もうやりたい放題だったと思いますよ。ね。そうすると、えー、まあ、小池ブームみたいね、 みたいなものが起こってそして自民党の中ではもうこれ勝ち馬に乗ろうとねする人たちばっかりですからね。うん。そしてねまあこれいろいろね書かれていますけどももう小池さんで体制を組むというねもう話結構あったんですよ。ね。うん。あったんですよ。ね。えー、でねまあ、萩生田さんであるとかね、うん、小泉進次郎さんであるとかね。うん あるいは加藤勝信さんであるとかね、もういろいろね、体制がね、組まれてね、どうもね、いたようなんですよ。ね。そうなると、もう9月の総裁選を目指してね、もう一社千里ですよね。うん、これもうね、あの、勝利街道爆心ということになったと思いますよ。ね。うん、ところが、小池さんはそうしなかった。ね。これはなぜなんだろうかということですよね。うん。 ね、これはねだから、えー、小池さんは6月の解散総選挙これもねちょっと前まではね言われてましたからね6月の解散総選挙これあるぞとねでね小池さんそういう風に読んでいたんじゃないかと6月とねうんで6月であれば、まあ、9月まで3ヶ月ですからね、うん、なので3ヶ月であれば、えー、そのままその何て言うかな勢いに乗って突破できるという風に考えたのかもしれませんねもしかするとね 4月だとちょっと長い、長いかなというふうに考えたのかもしれません。だけど、前、ま、も、あ、解説しましたけど、6月解散総選挙というのは何一つ保証がないんですよ。岸田さんがそれをやるというね。そしてさらに今、ここに来てはっきりしたのは、もう6月は無理。なんでかというと、ね、この立憲民主党のね、えー、調査にあるように、自民党はボロ負けする。 という予想ですねそうなると、えー、自民党の中のこの議員の方々がですねもう岸田さんをがんじがらめにしてねもう後ろからこうグッグッってやってね絶対に解散総選挙させないとという体制ですよね、うん、なのでこれ無理ですよ無理うんね無理でこれね分かりませんよこれねもちろん政治は動いてますからね、うん 1>, 1%、数パーセントはあるでしょう。うおそらく可能性としてはね、数パーセントは。ね。うんある。あるかもしれません、数パーセントはね。解散総選挙やる。だけど、これね、小池さんにしてみればね、その数パーセントにかけるってのは、これバカな選択ですよ。ね。そ選択として間違ってますよね、政治家としてね。やっぱり100%、99%安心の4月,4月28日の 東京中国の補選にかけるとこっちの方がね全然いいわけですよ。これ99%をね OK ですからね。うん。なので小池さんはね、これはね、もう間違えた。読み間違えた。見通しを間違えた。としか言えないと思いますね。うん。ね。そういうことしか言えないと思いますよ。ね。うん。これ東京10国ですね。東京10国ね。 うん、これはね、えー、と東京15区、これ江東区ですよね、江東区。で、これはね、今、だから乙武さんですよね。一応乙武さんがね、まあ、一応ネームバリューがありますからね、うんまあ、一応まあ有力だと思うんだけども、そのほかにね、立憲民主党が、えーっと元、元江東区議のね、区議会議員のね、新人である酒井夏美さんをね、立てたんですよね。 坂井夏みさん,、うん、これでどうなるかということですよね。あと日本、日本維新の会とかね、あそれから賛成,賛成党であるとか、日本保守党であるとか、あるいはね、えー、これもね、変わり種というか秋元、秋元司さんですよね、元自民党衆議院議員のね、まあ、この人が、ね、出るということですよね。それから、格闘家のね、参議院議員の須藤元気さんね。 うん、これがまあ出馬表明してるということですよね。で、これね、顔ぶれ見たら、小池さんだったら、これはもう楽勝ですよね。もうケチらすぎますよ。あっという間にね。うん。で、とにかくね、えー、だけど、乙武さんが出るということでね、乙武さんはね、乙武さんでね、またこの人もいろいろね、話題を呼ぶ人でね、前、2016年の参議院選挙の時にね、これ自民党の公認候補としてね、出馬する予定だったんだけども、ね、 なんと、なんととしか言いようがないんだけど、女性5人とのですね、ごまた不倫というのをやってたっていうんですよね。これがね、あの、すっぱ抜かれてですね、これでね、えー、立候補断念というね、ことになったわけですよ。ね。うん、ん。またってさすがにね、これはね、すごいなと思いますよね。うん。ね。そのことがね、まだ尾を引いてるんですよ。尾を引いていて、 この公明党ですよねこれ婦人部っていうかね、まあ、女性票がものすごく多いんだけどもね非常にね創価、まあ、学会婦人部が非常に強いんですよ。ね。前ね、まあ、選挙になるとね僕の高校時代の創価、まあ、学会にね、えー、入られているですね、えー、同窓生がですね、えー、その婦人部の人がね あの選挙のために訪ねてきましたよ。ね <laughs> あれをよろしく、これをよろしくみたいなね、うん。まあ、はいはい、そうですかみたいなね、<laughs> ことでね、聞いていましたけどね。とにかく、婦人部がものすごくね、活動するんですよね。うん、ねで、その婦人部がね、女性がですね、えー、おとたけは嫌だと、絶対に嫌だと、そういう人がね、ものすごく多いんですよ。ねなので、公明党がですね、えー、これはね、 音竹支援にみんなね、難色を示してるんですよ。ね。そうするとね、これね、公明票ってのは3万票あるんですよ。ここでね。うんうん、東京、10国でね。そうするとね、これ3万票がね、入んないと、音竹さんはね、あっという間にね、あの当選ラインから退いちゃうんですよ。あーっていうね、転落しちゃうんですよ。ね。うん。これはね、大変なことになっちゃうんですよね。うん。 まあ、さすがにね、選挙になったらね、まあ、公明党もね、動くとは思うんだけど、だけどね、今言ったように、この実動部隊の婦人部がね、動かないんですよ。<laughs> これは <laughs>。ね。もうね、生理的に嫌だと。もう絶対嫌 <laughs>。っていうのね。<laughs> なので、乙武さん勝てないかもしれないですね。そうなるとね、これね、まあ、一部で言われてるようなんですけどもね。うん これね、東京、東京中国ですね、誰もね、有効投票にね、あの達しないんじゃないかと、そして再選挙になるんじゃないかと,というようなことも言われてるんですよ。そのぐらいね、厳しい選挙 <laughs> ということなんですよね。うんね、ね、うん。そしてね、自民党ね、とにかく乙武さんでも勝つかどうかはね、分かんない。ね。うん えー、そしてさらに、ね、これ長崎3区ね、えー、補3つの補選ね、これ自民党はね、立ててませんからね、うん、そして島根一区、これを前にね、解説しましたけど、ね、うん、これね、島根一区は、野党はもう一本化しちゃってるんですよね、うん、一本化してる。そして自民党はね、えー、これはねあの、本当に今ね、自民党の勢いがなくて、もうみんなね、嫌になってるんですよ。 このね、裏金脱税事件でね。うん。裏金脱税事件で。ね。うん。そして、このね、前の議員が誰だって言うかちょっと、細田さんですよ、細田さんね。うん。この人もね、女性のセクハラ発言とかね、うん。それ統一教会の問題とかね、散々じゃないですか。ね。うん。というようなことでね、これ、島根一個、そらく自民党勝てないですよ。そうなるとですよ。 ね、参戦全敗っていうこともね大いにありうるんですよ。岸田さんはね今もレイムダックなんだけどもうねレイムダックどころかねもう何て言うかな北京ダックで北京ダックはまあ <laughs> 美味しいあれ,あ,れ、ね、あれですけどもね、うん、もうとんで全然ね、あのー、もう立てないと思いますね、うん、立てないと思いますよ。ね。まあそんな中でねもしね、まあ、まだもし,もしもの話になりますけどもね 小池さんが出ていればですよ、ねうんえー、日本の、ね、歴史上始まって以来の、えーね、女性、初めての女性首相を目指してね、これはもうそういう勝利街道を爆信したと思いますよ、ね。ところが見通しを間違ってしまった。ですね,、うん、ね。だからこれはね、何かあるんじゃないかっていう気もするんですよね。 こんな見通し普通間違えるかなっていうね。うん、ね。まあだけどそういうね、お届けさんでね、あのー、決断した時は、まだ6月の解散総選挙ってのはね、まだしきれに言われていた頃ですからね。うん。なので、それに乗っかっちゃった可能性もあるんですよね、その判断にね。うん。ところが、今ね、その6月も無理だと。 ね、これはもう言われてるわけですよ。ね。この岸田さんのね、自分勝手のね、いろんな行動によってですね、もう無理だと。ね。うん。言われてるわけですよね。で、完全に見通しを間違ったということですよ。そうなるとね、あのー、7月にですね、ね、今年7月に東京都知事選挙がありますからね。これ、小池さんは判断を責められるわけですよ。その前にね。うん。つまり、参戦を目指して、 立候補するのかどうするのかですね。うん。これ、4月に出ていればね、この補選に出ていれば、あまあね、まあ今までまあよくやりましたということでご苦労様ということだったですよね。そして6月解散総選挙であれば、その時でもね、ああ、またね、最終までよく頑張りましたっていうことになるじゃないですか。だけど、9月にですね、今一番可能性がありそうなのは9月解散総選挙ですよ。つまり、 岸田さんに代わって誰かね、誰かが総理総裁になる。そしてね、えー、なった瞬間にね、その直後に解散すると。ということでね、だったら7月に都知事参戦して、で、9月にその国政選挙出ますなんて、そんなこと絶対許されないじゃないですか。ね。ということで、小池さんはもう終わりということですよ。もう終わり。ね。うん、女性初の首相という道は、 もうありえませんということですよ。ね。うん。まあといってもね、これね、99%ありえませんということですよね。うん。まあ小池さんは千載一遇のチャンスを逃したと、逃したということですね。うん。これは完全に見通しを間違った。あるいは、我々がね、全く知ることのできない何か個人的な事情があったのかもしれませんね。 これはもう想像もできませんけどね。うん、想像もできない。ね。でも、もしかするとですね、えー、これ何度もね、あのー、伝えてますけどもね。うん、もしかすると、えー、この学歴詐称問題ですね。このカイロ大学ね、カイロ大学ね、実力からしてね、卒業できるわけがないのに、卒業したというふうにね、嘘をつき続けているね。この学歴詐称問題ですね。 これがね、何か引っかかってるのかもしれないですよね。うん。まあ、このね、小池さんのね、カイロ大学の学歴詐称問題はね、この、僕がね、前に喋って、それは結構今ね、50ね、4万、53万とか4万とかね、そのぐらいいってるね、すごく回数、ね、再生回数上がってますけどもね、まあ、それをぜひね、あの、面白いんでぜひ見ていただきたいと思うんですけども、思うんですけどもね、<laughs> だけど、どそれがね、引っっかかってんのかどうか、てのう今我々にはわからないんだけども何かが引っかかってるのかもしれないですよねもしかするとね,、うんねうん、まあしかしねまあそういうわけでね学歴詐称とかねこれはまあえーえー、アメリカのね、えー、大リーグのね大谷さんのねこの、えー、通訳をやっていた水原一平さんねそれも学歴詐称ということでねうん。 そういう学歴詐称のね、ビジネスっていうね、アメリカで結構あるらしいですよね。だったらエジ,プエジプトなんかでもっと、もっとあるだろうっていう話ですよね。多分それは間違いないと思いますよ。そのね、学歴詐称ビジネスにですね、それでね、買ったんだと思いますよ、多分ね。うん。まあ、いずれにしてもですね、<laughs> この小池さんがね、えー、東京、中国のね、補選、これに出ないと。不出馬だと。 いうことで、まあそれね、えー、そのニュース以来、いろんなことが動き始めたわけですよね。うん、いろんなことが動き始めたんですよ。ね。うん。えー、ね、小池さんが出ないということで、ね、これは岸田さんとしてはね、安心材料ですよね。うん、小池さんが出てきたら、もうこれ岸田さん蹴散らされ <laughs> 蹴散らされちゃいますからね。うん。なので、小池さんが出ないとなれば、じゃあもう無理することはないということで、森大志郎さんのね、うん。 えー、これはね小池さんが出るのであれば、ね、森喜朗さんをね、えー、大罪人、ね、に仕立ててですよまあ大罪人っていうかねまあそれはまあそうなんだけども、ね、そしてもう叩いて叩いてですね自分が白馬の騎士になって、えー、そしてその白馬の騎士のマントを翻して、えー、小池さんと戦おうみたいなねそんなようなシナリオだったんだけども小池さんがいざ出ないとなれば、ねまあ、そんなマントなんかも必要ないよ。 まあこんなマンタナが脱ごうというようなことでね。で、お森さんにね、電話して、まあまあそういうことで、あのー、関与していないということで、まあ発表しますので、ちょっとそこのとこだけお含み置きお願いしますみたいなね、ことで、えー、それをね、言っちゃったということでね、バカかと <laughs> いうことですよね。うん。そんなようなね、えー、情勢なんですよ。ね。うん。そんなような情勢なんですよね。 うん、まあ小池さんのことがね随分ね、えー、影響しているんですね。うん、ずいんん影響しているんですよねだけどとにかくねこの岸田さんのですねこの自民党内でのこれ不人気というかな、えー、岸田離れこれがねもう加速して加速してですねもうすごいものがあるんですよ今ね。うん もうとにかく岸田さん自分一人のためだけのね、その自分一人の利益,利益を図るためだけの処分であった。ということでね、うん、これみんな頭来てるわけですよ。<laughs> ねうん、頭来て、そして岸田さんにね、6月解散総選挙なんかね、やられてたまるかと。ね、でそんなことや,やられた日にはねえ、まあ紹介しましたようにね、 もうこれ、ボロボロじゃないかと。ねうん、そしてまあね、えー、そうなったらこれ、維新とかね、えー、いろいろくっついてくるんでね、ね、まあ、政権を失うことはないだろうけども、ね、肝心の自分がね、議席を失ったらどうしてくれるんだっていうことですよ。ね、もう議員というのはそこでそこしかありませんからね。なので、えー、これ、岸田さんをがんじがらめにして、解散・総選挙なんか打つなと,ということになるわけですよ。ね うん、なので、これ、小池さんは、ね、6月の解散総選挙が飛んでしまったので、もう小池さんも出番がなくなってしまったと。というようなシナリオなんですよね。うん。ね。うん。ということなんですよ。ね。まあね、そういうわけかどうかね、小池さんはね、小池さんは、えー、国政選挙よりもむしろ、この東京都知事の参戦ね。 これが本当のね、小池さんの狙いなんだというね、あのー、ニュースというかな、そういう記事もね、あの出てるんですよね。これ読売新聞とかね、産経新聞なんかがね、そういう読みなんですよ。ね。うん。まあ、それを読んでみるとね、まあ、その根拠ってのはね、全然 <laughs>、これないんですよね。全然ない。書いてないんですよ。ね。うん、なので、これは僕はね、それはちょっとね、違うと思うんですよね。うん、僕の読みというかな、 これは間違いないと思うんだけども小池さんはねそしてそれでうんねあの当選してですねそして国会議員になってそこから9月の自民党総裁選まで一社千里に走ってやろうと,という狙いだったと思うんですよねところがね岸田さんのこの自分勝手なですね、えー、動きによってもうそれはもう無理だと。 いうことになったわけですよ、ね、ええつまり当てが外れた小池さんのね、うん、あるいはまた別のですね自分のこれ学歴詐称問題か何かわからないけども何かが引っかかってちょっと出れないなっていうことになってんのかもしれないですよねそのあたりはもう本人にしかわからない、ねえー、事情だと思うんですけどもね,、うん、ねだけどいずれにしても あの、小池さんのチャンスはもうついえた。99%。そして同じように岸田さんも99%ね、総理総裁は終わり。というようなことなんですね。うん。まあそういう読みですね。うん。まあというようなことでね、今ね、そのことをね、この岸田さんと、それから小池さんのこの運命についてですね、考えられること。まあ99%はそう間違いないであろうと。 というようなことをね、解説してみました。まあ、というのうことでね、本日この回はね、この辺りで終わりたいと思うんですけども、最後にね、コマーシャルタイムをいただきましてですね、これはコロナ日本国書ですね。僕が書いた本ですけども、えー、コロナ対策、感染症対策は非常に重要なんですけども、えー、自民党政権の下ではね、科学的な知見に基づいた対策ではなくて、 利権に基づいた対策になってしまっていたんですねなのでこれは失敗せざるを得なかったんですね、うん、そのことを書いた本ですぜひ読んでいただきたいなと思いますそれから原発と日本列島ですね、えー、これはね著者の土井和美さんがですね地質学者でありながら、えー、同年動力炉核燃料開発事業団に30年間在籍してですね野戸半島をはじめ日本全国のですね このね、ね。調査したんです、ね、その結果、日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけないというね、結論に達したんですね。これはね、えー、生涯をかけた結論なんですね。そのことをね、分かりやすく書いた本なんですね。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、ね、これは最近ね、えー、ずっとお,お,、ね、お知らせしていますけど、ゼアゼアっていう小説ですね、これはね。 これはアメリカのですね、えー、新しい作家であるね、トミー・オレンジ、トミー・オレンジさんですね、うんえー。この人はね、アメリカのね、いわゆる、うん、いわゆる都市インディアンというね、えー、人なんですよね、うん。この人はね、シャーマン族とアラバホ族にね、あの登録している人なんですけども、このインディアンというのはね、今ね、うん すごいアメリカの中でね、同化政策がこうすごく進んでですね、アイデンティティというかな、そういうのがよく分からなくなってるんですよね。まあ、それでもね、やっぱりね、アイデンティティを持っていて、そして、えー、このアメリカ社会においてはね、まあ、経済的な貧困もあるんだけども、非常に孤立ですね、そして、えー、このね、まあ、この仲間同士のこの結びつきっていうかな、中退というか、そういうのもね、失われてるんですよ。ね なななので、でみんんね、ね。バラバララすよ、ね、だけどそれはね心の奥底にやっぱりね結び,結びつきたいという思いがあってですねで、そのことをですね非常にねドラマチックにね書いた本なんですよこれはねトミオー・オレンジさんは僕の見る限りドストエスキーフォークナーの直系ですねでねこれこの本はねヘミングウェイ賞を受けたりですねあるいはアメリカのね全米図書館賞を受けたり あるいはピューリツァー賞のね、最終ノミネートを受けて、ね。うん。これはね、そのトミー・オレンジ、トミー・オレンジさんの第一作なんだけども、ね。えー、今、第二作目がですね、この僕が関係させてもらっている5月予防新車これでね、9月にね、あのー、これ発売予定なんですけども、トミー・オレンジさんをね、僕の見る限り、これはね、もうノーベル賞、ね。もうそのね、あの候補というかな。 そこまでね、行くよう、行くような、これは大変な作家です。ね。これ本当に注目すべき作家ですで。しかもね、面白い。実に面白い。うん。ね。うん。これはね、読まない手はないです。ぜひ読んでいただきたいと思います。ね。<laughs> そしてこれがね、僕が関係させてもらっている、五月消防新社の新刊なんですけども、今、日本全国地方の方ではですね、本屋さんが少なくなって、本を直接買えないとか、あるいは、 えー、Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういう方は5月初報信者に直接ファックスなり電話なりしてきてください、えー <coughs>。郵便振込であるとか銀行振込で対応したいと思います。5月初報信者のファックス番号、電話番号は104の方ですぐにわかりますので、ぜひですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。まあというわけですので、えー、本日この回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。